かっこいい。うす気づいてると思うんですけど、ここ泳ぐとこじゃないですよね。さあ次が本命の猿飛千坪峡です。名前がいいね。村がいい感じの雰囲気を出しています。橋がある。いいね。山国町って言うんだねここね。あれ俺見たことあるんだけど、あのカラス空飛ぶ象と一緒にいるやつじゃない。ああ耳の大きな空飛ぶゾウと今いるのがあの猿飛大穴群のあたりね。町役場だけこんな最新式のなんかが立ってんすかね。ワクワクしません、ね、ここやばここだけやべえな。これ楽しい。ちょ行きたいな町役場。町役場行こう。いいね。うわーなんかうわー泡うわー。おおあ、また曇る。読んでる太陽待ち。あ、来た来た。これです。猿飛び千坪峡。めちゃめちゃ揺れるめっちゃ揺れるやん。来た怖い怖い。浅い浅い浅い1メーターぐらいしかない。でもあの辺でしょ行くとしても。とりあえずはよしちゃうよ。こうなんだこれすごいね。どういうことこの辺。いやこの辺不景よ。さあいつも通りケースに入れたので音が少し悪くなっておりますから調査いらなそうや。気をつけてちゃんと下見て。電池が切れた？飛び込んだし、電池切れたって。おお、超気持ちいい。海賊峡にはかなわんけど切れちゃ切れやね。いやいいな。あっち行ってみよう。使う？しょばない。そっからは勇気があるね。倍ぐらいあるもんな。ここは深い。よかった、上がってきた。死ぬこれ。楽しかった？うん。本当に？スプラッシュマウンテンがあるよ、あそこに。すげえ。
がいい写真撮れたよ。いや、俺も撮りたいよね。たけー、ここがサルツボ、サルトピ、センツボ橋です。何そのかっこいい二人は。何なんそのかっこよさ。鼻打った。全然腰に負担ない。スライダーが見えてきた。ダンボールかなんか敷いてスライダーしたらいいね。はあ、というわけでいかがだったでしょうか。サルトビ千坪橋、飛び込みの聖地ということで勝手に決めさせてもらいました。そういう遊びが好きな方はぜひぜひ来てみてください。スペースワールド、確かにめっちゃわかる、懐かしい。びっくりした。なに日本カナヘビがいっぱいいたから。ああ、カベチョロ、尻尾が多いやつ。カベチョロね。違う、カベチョロはヤモリ。カベチョロがいっぱいおって、カベチョロはヤモリ。今バッていたけど、カベチョロ、日本カナヘビがピンクルーね、日本カナヘビがね。